はい、廊下です。今回ですね、見ての通りロケに来てます。今回お邪魔しているのは、リュープランツネットワークさんにお邪魔してます。立派な温室ですね。まあ、今回ちょっとアガベというよりもこれ庭木みたいな、ユッカだとか、まあ、そういったドライガーデンに使えるようなね、植物のを扱っている方のところにお邪魔してます。ちょっとね、僕は種類がなかなかわからないものもあるので、園主さんに説明を受けながらちょっとご案内していこうかなと思ってます。はい、こちら入り口になります。まあ、見てのとおり立派な温室ですね。太いパイプの随分高さのある温室です。で、今回ですね、ちょっと僕も種類の方とかね、まあこの辺の説明がなかなか難しいので、横には園主のリュウさんについてもらって、温室の中とかね、中をいろいろ見させていただこうと思ってます。ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、どうですか、とりあえず入り口あたりの見どころはどうでしょう。まあ、これはユッカのリネアリフォリア、リネアリスですね、のブルー版、ブルー、はい、普通グリーンなんですけど、これはちょっと青が強いだそうですよ。立派、はい、ですよね。ブラックボール、葉っぱが似てるんですけど、ずっとそれとは違います。ブルーボーイ、ブラックボーイ、ブラックボーイ、まあ有名だですね。でね、幹が黒い、焼いてあるんですよね。はい、こんな感じで入り口からね、すでに大きな植物がたくさん植わってます。これも立派ですね。これはユッカリーダー。ユッカリーダー、名前はね聞いておったんですけど、ずいぶんでかいですよねこれ。ちょっとこれは編集で、はい、ものすごくこう個体差で、これはね、ものすごく異常に速いって、はい、苗から2年ちょっとでこれになった。2年ぐらいでこんな大きさになっちゃう。まあ、異常は違います。はいはい、まあ、異常な個体ってことですね、はい、だそうです。はい、他にもね、この辺もみんなね相当でかいです。まあ、ドライガーデンとかね、これから庭を作る方とかっていうのはね、こういうのも結構興味があると思いますんで、まあ、アガベとはまた違った魅力がたくさんあると思います。はい、じゃあ温室の中に行きましょう。まあ、入り口にとっくり欄があったりとか、これもブラックボーイですよね。まあ、すごく分かりやすいですね。この辺置いてあるのもみんな売り物ってことでいいんですか。はい、こういうのも探してる方ってね、結構いると思うんですよね。美しいですよね。これがその焼いている枯れ葉というか下葉を焼くわけですよね。向こうのナーセリーでバーナーで焼いてもらって、はい、で今回の場合これ養蜂物なんで、はい、このまま向こうのピークで来てます、はい、今の状態。あ、この状態でもうこれは動いてるんですか。はい、根っこも出てきた。はい、まあ面白いですよね、こういうのも植わってると。はい、中はねこんな感じです。あ、だいぶ広いですね。やっぱりこの手の植物やってる温室だけあって、相当ねこう高さがある温室ですね。なかなか僕なんかが行く温室、こんな高いところを見たことないんで、立派です。はい、
中にはちょっと小物みたいな植物も置いてあったりして、この真ん中の立派なのは何でしょう。これは雑誌見てるんですけども、キュアネンシス。キュアネンシス、はい、これは相当でかいですね。これもやっぱり何ですか、はい、庭に植えたいっていう人が結構いたりします。やっぱり最近こう輸入も多くなってたんで、はい、まあ、見る機会がこう17席あると思うんで、あ、なるほど。あ、こういうの何ですか、例えばこれが欲しいって言って買っていった場合、はい、こう植えるところの作業までやられるんですか、やっていただけるんですか。あ、なるほど、まあ、植栽までってことですよね、はい、興味のある方こういうのもどうですかね。まあ立派ですよね。シャンデリアがあるんですね。まあ遊び心ですか。つくんですか実際。つくそうですよ。はい。はい。面白いですね。温室に、あ、本当だ。今ついたの分かった。ちょっとまだ明るいんでね。こんな感じの写りですけど。シャンデリアのある美味しさ初めてですね。遠くの方まで見てみましょう。この辺はオージープランツ、オーストラリアの方の。この辺、はい、アカシアのしだれですね。しだれ、はい、こういうのも面白いですね。こういうのって耐寒性とかっていうのはどうなんですか。もう全然外で一年中大丈夫、はい、ただこのしだれのタイプっていうのはめちゃくちゃその流通量がない。あ、綺麗ですよね。やっぱ青い葉でなかなか見応えがありますね。あー、ないかな。こんな感じの、まあ、かわいい葉っぱですよね。奥にはちょっとアガベなんかもありますね。じゃあパリ、まあ、この辺はね僕は分かりやすいんで説明ができるんですけど、結構大物がいますね。まあ、吉祥天錦綺麗ですね。これはオバティフォリアかなですよね。ちょっと普通のじゃない、なんか名前のあるやつ。あ、ジャイアントだそうです。こちらもどうでしょう。まあ、サボテンもありますね。マンガベがあったりとか。はい、この辺木ですね、葉が青いの。やっぱこれであると見栄えがいいですね。これユッカのブルーサンダー。ブルーサンダー、オリジナルの名前なんですか、はい、だそうです。これね、すごいね、画像で伝わるかな、すごい青くて、まあ美しいですね。この辺も全然耐寒性とかその外で管理っていうのは問題ない、はい、関東だと全然平気。いいですね、こんなの庭に欲しいよな。こういうんだとあんまり危なくもないし。そ
ですね。一応まあ痛いは痛いですけど、そんなにね、そうですね、柔らかい感じ、硬い歯でもないんで、まあ目とかね、そういうのちょっと気をつける必要もあると思いますけど、でも全然アガベの方が危ないです。まあ木ですね。日が当たると特にこの間のブルーの葉っていうのは美しいですね。これはフィリフェラ。フィリフェラ。まあアガベのフィリフェラと違って、こういう幹立ちの姿が面白いですよね。これ面白いですよね。本当にアガベが頭にくっついてるみたいで。硬い葉でこれは。枝が分かれてるのが好きなのか、根元が違うのか。こんな感じで農園っていうか、そういう見越したこの植え方ですよね。ああ、なるほど。一応個体が3本なんですけど、はい、一応こうヘッド的にこう3ヘッドじゃないですけど、組み合わせてこうやってかっこよく見えるように、はい、なるほどなるほど、そういう風に植えてあると、はい、じゃあ庭作る時とかもこんな感じでかっこつけて植えることができるっていうことですよね、はい、面白いですね。この辺はあの造園はやっぱりプロでいらっしゃいますもんね。もともとは卸をやっていて、もともと造園です、ね、あ、もともと造園、はい、造園から、まあ、こういった生産の方に入って、あ、生産まで行って、で今、まあ、小売りもってことですよね。そうですね、小売りもやってますし、なので、まあ、こういうの気になる方いたらここに来て、はい、こうやって選んで説明もしていただいて、はい、買うこともできると、はい、いうことです。はい、とりあえずここの温室はここまでで、次まだね、他にもたくさん温室があったり外にも植えてあるものがあるので、そちらもちょっと見せていただこうと思います。はい、今度は温室のね裏側の方に案内していただきました。ここはまたすごいっすね。日本じゃないみたいな光景、こんなに扱ってるところなかなか見たことないですね。この手の植物、海外のナーサリーみたいですね。これは好きなのを選べるって感じですよね。やっぱり個体個体で全部層が違うので、そうですね、これだけあると見応え十分。ちょっと逆光ですけど、こんな感じで。これ先ほど話したリニアの、これ普通のやつタイプです。グリーン。なるほど。こういうのやっぱ興味ある人でもなかなかここまでのものから選べたりとかないですよね。これだけの場所があって、これはウィーリー、違う、みんな同じに見えちゃって、でも、ね、これ刃先が違うのかな、もっとポサッとなりますね。これ詳しい人だとやっぱり全然違いがパッと分かったりするんですよね。だってやっぱ綺麗ですね。青い花も好きで、白だとかブルーだとか、やっぱり美しいですよね。この辺は直に植えてあるんですかね、鉢もなくて。そうなんです、これから鉢上げして、あ、これから鉢上げして、見てると庭に欲しくなりますよね、庭があったら。綺麗ですね。ちょ、これトンプソニアーナで来てるんですけど、やっぱ純血じゃないので。これですか、これすごい、あの幅も広くて
きですね。庭に欲しい、まあ、うちの場合そんな庭と呼べるほど庭もないんでね、なかなか植えるの難しいですけど。まあ選び放題ですね。この辺も何ですか、その植栽に使うために植えてるというか、その小売りもされるもんなんですか。そうです、はい、ですね、全部小売りで、はい、じゃあ選んでこれがいいよって言ったら、まあ、相談して抜、ね、いてもらって、はい、結構ね個体差がやっぱりよく見るとみんな全部違うんですね。ああなるほど、ね、やっぱりね自分で好きな株選べて、まあ、趣味がねありますもんね。やっぱり幅が広い方がいいとか、はい、こんな青さがいいとかっていうのはね、やっぱりよく見ればみんな違いますからね、植物って、はい、まあそういうのでねこうやって数の中から選べて、まあ、特にねこういった大きい植物庭に植えようって人は、まあ、特化引っかえできないですからね、やっぱり本当に気に入った株を選んでね植えられるっていうのはいいなと思います。はい、はい、ねちょっとこの場所で追加なんですけど、このフィリフェラもね個体差をちょっと見てほしいということで、結構ねやっぱり選べるっていうのは良くて、こう同じ植物でもやっぱこう細葉のものから、手入ってない、細葉のものからこうね丹波だとかちょっと葉の広いものとかね、フィラメントも全然違うんですよ。ああフィラメントの付き方ですね。本当だ、こうやってねフィラメントが違ったり葉の形が違ったり、いろいろねやっぱり見るポイントで気に入るところがねあると思うんですよね、人それぞれ。だから自分はこういうのがかっこいいなと思ったやつを選べるっていうのはねいいですよね。なかなか植物屋さんで行っても、まあ、その1本だけあるとかだと、まあ、それを買うんでしょうけど、やっぱりね横にいろいろこう同じ種類のもんでも並んでて気に入った形ってありますよね。僕なんかだとねやっぱりサボテン買う時とか同じ種類でも、まあ、例えばカブトだったりああいうのが並んでたら、まあ、その中から自分の好きな模様だとかね丸い肉のあり方だとか量の形だとか、やっぱそういうの好みがね出てきてそうやって選ぶんで、まあ、こういうもんでもね面白いですね。あと先ほどねちょっとその龍さんの方からお伺いしたんですけど、フィリフェラ日本で育ってると結構ね根元がコーデックスのように太るらしいんですよね。まあ、とっくりランじゃないですけどそんな感じですかね、根元の方が、まあ、これはちょっと今深植えしてあるんでそこが見えないようなんですけども、はい、まあ、そういう面白さもねありますね。まあ、コーデックスとかねそっちからここに入る方とかもそういう面で言うとこの手のものは面白いのかなと思います。はい、はい、この辺はアガベのコーナーですね。まあ、やっぱり庭でね地植えできるような種類これ扱ってますね。こっちはサルミアナかな、ちょっと種類がね分かんないのもあったりしますけど、まあ、みんなこうやって植えて元気に育ってる苗なんで庭でも十分育つでしょう。パリーとかね、やっぱりこの間うちの動画でも紹介しましたけどパリーの系統とかね強いんで、これはフンキアナかな。あとねこんなねこれはブラックテオサですね。
これもやっぱり寒さに強くて、まあ、ドライガーデンでかいメインの植物があって、まあ、そこの、ね、メインじゃなくてそのでかい株の足元とかにねこういったの植えると意外とね生えたりしますね。かっこいいと思いますよ。使い道がたくさんあるようなアガベです。あとは、まあ、スカブラだとかあっちの方はウェベリーですね。ウェベリーも寒さに強いですね。うちは冬入りしかやってないんですけど、こういう青のウェベリーもあります。まあね、こうやってやっぱり多少ね同じウェベリーでも先ほども話したように個体差がねいろいろあったりするんで、見て選んで変えるっていうのはやっぱりいいですね。はい、はい、もう一つのね温室の方に来ました。どうでしょう、こんな感じででっかいロストラタンあります。アガベもあります。ウェベリー、ウェベリーもねさっき話してたんですけど、まあ、ちょっとね鉢植えの園芸とかだとなかなかやってる人もいませんけど、庭でねやったりするとすごくいいよねっていうことで、このねトゲがない分このトゲ跡すごい美しいですよね。寒さにも強いですよね。この辺はドライガーデンにやっぱりおすすめな品種ですね。こっちもこれロストラータ、ロストラータ、まあ木ですね。このなんだろう、下が刈り込まれてない姿もかっこいいっすよね。やっぱり管理がこれだけ伸びたってことですよね。みんな下が落としちゃいますからね。わー、木ですね。はい、じゃあ今度は中を入り口からブラックボーイありますね。こんだけ並んでるとまたこれはこれでかっこいいですね。こういうのも結構探してる人いるんじゃないですかね。どうなんですか、やっぱり人気はありますよね。この黒いのは焼いてるんですよね。下葉を焼くというか、もともとは何ですか、山火事かなんかから残る。焼けたものかしか多分焼いてないですね。そうですよね。まあ、焼いても生き残るみたいな、そういうもんなんですかね。すごいですよね。まあこの黒さがまたかっこいいですよね。まあ名前の通りっていう。はい、ここの温室も広いですよね。これはちょっとした多肉植物、かわいい多肉植物もありますね。この辺はアイオニウムですね。これ何でしたっけ、カシミアバイオリン違うかなんだっけなって感じ。あ、三種も。青い
はい、もういいっすよね。うちも結構ねこの手のもんやってたんですよね。サボテン、多肉植物だいぶありましたけど、今ついてる。いいですね。これ随分いいですね。あっしは青。これも売り物なんですか。これは趣味の、私の趣味だそうです。売り物じゃないよっていうことなんで。でもまあ管理の仕方とかね教えていただけると思うんで、じゃこれはまた一押しがあるそうです。一押しの、なるほどっちゅうサボテンですね。なるほどっちゅうです。なんともこれが好きなんです。何よりも好き、何よりも一押し。サボテン、やっぱ金シャチも可愛い苗がありますね。ここにもいますね、締めの。なるほどが。ちょっとトゲ付きのなるほどがいますね。はい。金シャチとかも何ですか。これは趣味の。これは趣味ですね。これ白トゲですね。はい、白トゲと普通の金シャチ。まあ短子。こっからでかくなるといいですね。はい。この辺は。これも売り物。はい、ちょっと一回直さないといけない。表情中って感じですね。はい、アデニウム、あとは金シャチですね。ちょっとお手頃サイズ、ちょっと金シャチですね。あんまりねでっかくなってもなかなか扱いが難しいんで、このぐらいのサイズだったらね個人でも植え替えも楽なサイズですね。結構白トゲもありますね。白トゲ金シャチ。まあ、このぐらいのサイズから何年もかけて積むのも面白いですよね。あれですか、金シャチも庭植えするとやっぱり金シャチはちょっと雪とか難しいですかね。そうですよね。なかなか。軒下ぐらいだったらちょっとね、はい、大丈夫ですけど、この辺もアガベがいますね。これブラックテオフさんの2匹。これねいいっすよね。お好きなんですよね、このアガベっぽくない感じがね、トゲもなくて。たまにオリズルランなんて言われちゃうんですけど。はい。こっちはなんだっけ。レチギラか。レチギラのキフクリですね。ラスカブラショットリーフ。このぐらいのサイズいいですよね。こうあれですね、こう選べますよ、いろいろ数が多くて、まあ、これだけ同じ種類でもやっぱり顔が随分違って、本当に先ほども言いましたけど好みのものを選べるっていうのは楽しいですよね。はい、
ら、あの2匹も地上げで大丈夫ですか？若干弱い、ね、歯がないやつは平気だけど、歯がないだと。本当に自分できればまたまたね、ちょっと面白い使い方ができそうなんですけどね。はい、こんな感じで。サボテンもいますね。結構立派なサボテンもあるんですね。ヘロかな、ヘロカクタス、ちょっと種類が分かんないですけど、やっぱり植栽とかだと金シャチが多いですか、サボテンは。そうですね、使われるのはちょっと前の柱で、ね、あ、面白いですよね。やっぱアクセントにはなりますよね。これなんだっけ、王冠竜だっけ。王冠竜ですよね。王冠竜もかっこいいですね。この色と黄色いトゲが。これ咲いたんですね、このピンシャチは。あ、咲いてますね。このサイズでも咲くんだ。咲きますね。王者金シャチって感じですね。これ日が当たると本当に綺麗。美しいサボテンです。まあ暖かいところだったらね、なんとか地上げもギリギリ大丈夫かなっていう感じはしますけど、それはね、遠州の龍さんにご相談いただいて、もうそこはね、庭作るプロなんで、ね、ご相談してもらっていろいろアドバイスを。してもらってください。はい、はい、今回こんな感じで、こう大きい温室見せていただきました。で、まあ、場所なんですけど、まあ、埼玉の浦和あたりですね。それで、まあ、こちらの、着方とか、まあ、そういうのはね、概要欄の方に説明載せておきますので、ここの遠州さんのね、リュウさんの、リュウプランツネットワークさんのインスタグラムがありますので、そちらうちの概要欄に貼っときますので、そちらの方から連絡していただいて、DM でもね送っていただいてね、いついつ行って大丈夫ですかみたいな、ちょっと予約じゃないですけど、そういう形で、伺ってみてください。外に出てる場合もあるそうなんでね、飛び込みはちょっと受け付けられないっていうことなんで、DM の方から、インスタグラムの DM の方からね、連絡してもらって、ちょっと見せてもらってください。まあ大変ね、広いんでいろいろ選べるし楽しいところです。まあほぼ植物園だと思ってね、来ていただけるといいと思います。なんか一言ありますか？一応インスタグラムの方から連絡いただければ、急にでも対応できる場合もありますので、ぜひいらっしゃってください。はい、だそうです。はい、今回こんな感じでね、ユッカとかこういう庭で使える、ドライガーデンで使える植物を扱ってるリュープランツネットワークさんにお邪魔しました。はい、こんな感じです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ベルマークをオンにしていただけると通知が届きますので、ご活用ください。それではまた次回の動画で。